こんにちは、おもちゃです。ガチの公式もいいけど、やっぱり実況者的にこのカードは外せない。ということでランダム要素の鬼であるカードを主役にしていく。そう、時空の掌握者だよ。こいつ、寝たカードに見えるでしょ？実は意外とやるカードだから、なんなら今期で一番使ってて楽しい可能性まである。簡単に説明すると自分専用の混沌の遊戯だよ。コストは手札に来た瞬間にランダムで決まって、そのコストの数字と同じ分だけ様々な特殊効果が発生するってカード。しかも進化した時にデッキを10枚消滅させて、時空の掌握者をデッキに10枚加える効果まであるんだ。こういう能力のカード、既視感があるね。ネメシスってほんと謎におもちゃレジェンドを追加されるよね。でも今回は使えるタイプのおもちゃ。強いて言うなら大人のおもちゃって感じだね。今期はドロスも増えたし、音速の突破がマジでぶっ壊れてるから盤面処理性能がやばい。スピネと合わせて必殺が突進と無用進化できるとかいうシナジー。ぶっ壊れだね。1コスにナーフされる未来も見えなくはないね。個人的なナーフ予想カード1枚目って感じ。この時空からのイズニアムーブもいいよね。でも進化時にスタッフ変化がないのを忘れてたよね。危うく処理ミスするところだったよ。ちなみにこのデッキの前にアーティファクトネメシスを回してたんだけど、普通に難しすぎて折れた。ギガス置くタイミングが難しいね。置かなきゃ勝てないってわけじゃないんだけど、置かないと勝ちにくいのが難しい。特に守護美書との相性がいまいちな感じがするね。盤面にいっぱい出てくるからね。先行の守護美書は上振れ最強だからちょっとアーティファクトネメシスはあれだね。プロテインだね。上手い人なら勝てるかもしれないけど私には難しかったよ。そして新環境特有の混沌一致。彼らはなぜ初日に大量発生するんだろうか。そう思えるくらい増量するよね。でも今回はそんなの関係ないんだわ。セルフ混沌ネメシスなんだわ。コストの変動で時空の掌握者が変化してもデメリットが特にないんだわ。他のカードは低コスばっかりだから痛いけどね。でも直接召喚は関係ないんだよね。まさかだったよ。こんなに混沌メタデッキになってるなんてね。使ってて一番自分が驚いてた。時空の掌握者の時代、来るか？いや、ないか。運要素すぎるもんね。でも発動する効果は結構悪くないんだよね。疾走とかあるし、なんかフォロワー破壊してくれたりとかいろいろ。全部の効果を覚えてないから適当に使うんだけど、なんか必ずと言っていいほど活躍してくれる。多分だけど来たる能力が少ないんだろうね。1コスでマリガンせずにキープしておけば最速進化で時空デッキにもできるし、ネタデッキとしてはそこそこありだとは思う。から見てモードが起動してたら遊んでてもワンチャンあるっていうのもポイントが高いね。スマブラで言うとガノンでスマッシュぶん回してる感じだね。相手もガノンみたいな盤面してるね。でもシャングリラ君のおかげで奇跡的に生き延びられたね。確率で言えば10分の8で出せるはずだし、ほぼ出せるけどね。80% で出せるなら運ゲーじゃない。計算方法が合ってるかは知らない。少なくとも時空の掌握者よりは部のいい賭けなはず。生成は一切おすすめしないけど、バックで当たったのであれば使ってみてもいいかもね。私は生成したけどね。こんなおもちゃ、使いたくなるに決まってるじゃん。しかも使ってみてわかる謎の高性能。相手もなかなかにぶっ飛んだランダムマスターだね。妖怪を連続で出すとか普通に最強すぎる。でもこっちはメタデッキ。謎の刺さりを見せて対応していける。そして今回の主役の時空の掌握者も駆けつけてくれている。PP 回復の効果もあるし、一応先にベルエンジェルを出してるね。今考えてみれば時空の掌握者で PP 使うんだから先に出す必要なかったね。初日あるある、連続で時空を掌握していく。理由はわからないけど盤面からミステルが消えて疾走してくれるというお得感。普通に強くて笑う。無用進化がつかなかったのが惜しかったね。それでもコスト以上の働きは間違いなくしてるはず。これ、5コス以上の場合ってから見ての判定されるんだっけ？であれば若干シナジーあるかもね。私の負けね。はい、こっちが本当の混沌の遊戯です。ちなみにデッキはこんな感じ。
まあまあ面白くはある。一つだけ注意するとすれば時空の掌握者でデッキが消滅すること。つまり絡み手でデッキに入れたトークンが消滅する恐れがあるってことだね。そのあたりは右手で解決すれば問題ないね。そもそもが右手デッキなのだから。ということで動画は以上です。一応効果だけ最後に載せておくので暇つぶしに見ておいてください。では、ご視聴ありがとうございました。